将棋将棋の先鋒振り飛車向かい飛車、メリケン向かい飛車メリケン向かい飛車は、将棋の振り飛車先法の一種である。先手ならば、飛車を八筋に、後手ならば、飛車を二筋に振り、左に金が上がる攻撃型向かい飛車のうち、先手番なら七筋の位を取って指す戦型。奨励会出身で、アマチュア将棋の全国大会を数々制してきた、横山金持氏が開発。 メリケンの由来は、横山金持自らが命名したが、横山の出身である横浜からで、港町のメリケンハトバの連想イメージから。第一図のように攻撃型向かい飛車で六七、銀から七五歩と筋の位を取る。なお組方は飛車を振る前に先に七五歩を決めてから、進める、石田流にする含みを見せる指し方もある。第一図で、後手が五二金右ならば、 そこでいきなり8六歩同歩同飛から仕掛ける手順がある。向かい飛車側は左金型なので飛車の打ち込みに強く、飛車交換は後手拒飛車側不利なので飛車交換を避けるが後手8五歩ならば8八飛七六銀から反撃が可能である。8四歩ならば8八飛七六銀の他に7六飛と回って石田流のようにして反撃する指し方もある。 7筋を伸ばして銀が進出できることで、その結果、拒離者が警戒して8五歩の飛車先を伸ばしてこなくても、反撃がしやすい。また6五歩からの角交換をする反撃も可能。一方で、第2図のうに7 6銀から67金と構えて、持久戦にする指し方もある。この体制でも、第2図から 97K8 五銀や一歩持った、後の8六歩同歩8五歩などの反撃が可能。 常に86からの仕掛けがあるので、拒否者側は穴熊にしづらい。また、振り飛車側は、左金をも7から47に引き付けて囲いを固める、刺し方も可能。参考著書には、創始者の横山金持が、金持流メリケン向き飛車戦法、31、将棋シリーズ31、31、処九1995年の、刊行しているほか、島明の、 島の宇ぶり飛車編にも紹介されている。類似の線形は、各交換型でも生じる。第3から1図は、先手の増田式石田竜からの変化で、先手が76比と浮かばずに77銀としたところ、以下74歩同歩同銀には66歩75、銀65歩で一曲。他には、第3から2図のように組んでから69比から89、比の転換を見る。 五手が先に八六歩同歩同飛と来たら、八七銀として八筋を逆襲できる。第三から三図の局面までなると、以下八三歩には六一角四三銀右八、三角なり同飛八四歩八二,歩八二飛八三歩正五二飛七二と、が、狙いの指し方。この戦形は後手つがいでも応用される。第四から一図から八八角なり同銀二二。 銀七七銀三三銀四八銀四四歩、六八玉四二飛としまびしゃに構えてから第四から三図のように進める。以下三八飛ら五七角なり同金二六歩、同歩同飛二八歩に七歩が狙いの指し方。ありがとうございます。